8月12日だよね。まだ大丈夫。まだ。まあ、この動画が上がる頃には13日です。仮にも、一応ね、仮にも、別にあんま主張するつもりはないんですけど、誕生日です。それはちょっと置いとくとしても、今日はね、Amazon のプライムデーなんですよ。もうね、すでに色々買ってます。僕、プライム会員なんですよ。プライム会員専用の日ということで、プライムデーということで。Amazon の商品がね、もうめちゃくちゃいろんな種類が、大幅値下げ4つぐらい、買いましたね、今日だけで。この中でね、すごいね、いいものが、61% オフになってたものがあるんですけど、皆さん、ファイヤータブレット、ご存知でしょうか。書籍、映画、YouTube、アプリ、映画、2回言ったな。いろんなものが見れるタブレットがあるんですけど、61% オフということで、3500円かな ?3500 円で入手いたしました。こちら!これはすげえよ。3500円だぜ、これ。3500円。こんなないよ、そんなタブレット。というのは自分の携帯の端末と、もう一つの端末で、例えばパズドラやってますよね。これでも最高ですよ。これで OK。3500円。今日だけです。今日しかこれが買えません。ということで、早速開けていきましょう。すげえじゃん。ちゃんとしたタブレットだ、これ。はいよ。ふーん。はい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 。ファイヤータブレットね、アマゾンですね。PK。Wi-Fi にも接続されましたと。やっぱ品切れになってるわ、これ。9000円だ、しかも。8月4日に入荷予定。ゲームでね、パズドラをね、やってるんで、ちょっとこっちでね、できるかやってみたいと思います。おー、来た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 。これね。はい。これで。携帯持ってない、その、中学生、小学生、中学生のみんなでも、これできちゃうと。いうことでね。ほっと!ガンホーさん!すごいじゃん!これからはだから、その、新しいアカウントで始めてる方どんどん育てていって、マルチできるようにまでして、動画の幅も広がると思うんで、今後はこれでやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ今日はそうですね、僕の誕生日ということで、誕生日プレゼントを買わせていただきましたという動画です。終わった。あ、終わっちまった。ということで、Amazon プライムで21歳の誕生日プレゼントを買ったという動画でした。